ありがとうございます。ごめんなさい、お時間大丈夫でしょうか。あ、全然大丈夫です。パソコンだとメールで送れたりするんでしょうけど。そうですね、でも慣れた方法が一番です。まだ手書きの先生もいっぱいいらっしゃいますので。あ、そうですか。それにしてもいつ見てもあれですよね、趣のある家ですよね。古いだけですけどね。やっぱりこういう家だからこそ先生の作品っていいものができるんですかね。完成ですか。綺麗な着物ね。ありがとう、買ったばっかりなの。行きましょうか。あ、こんにちは、恵子さん。あ、新次さん、こんにちは。真由美さん、ちょっとお借りしていいかしら。どうぞどうぞ。あ、真由美、橘さんがお茶碗欲しがってたから、帰りに佐藤さんのところ寄ってお茶碗買ってきてくれないか。私でよろしいのでしょうか。君の先生で任せよ。はい、行ってまいります。もう寝たのか。真由美がそんなこと聞いてくるなんてびっくり。潮吹いたんだ真由美。潮？私もよくわかんないけど、おしっこじゃないみたい。私も毎回シーツがびしゃびしゃで大変なの。そうなんだ。行ったの？
戸締まりに気をつけて。はい。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。